ツルアダンは、ツル生で樹木に生え上がるタコの木の仲間。日本では、八重山諸島などに見られる。ツルアダン、フレイキネチアフォーモザナヘンズリーは、単子用植物、タコの木かツルアダン属の植物で、常緑性の低木である。その形はほぼタコの木であるが、細長くツルになって生え上がるものである。ツルは高さ10メートル以上、太さは、計2から3センチメートルにもなる。 幹からは多数の根が出て樹木に張り付いてよじ登る。先端では樹木から離れて中空へ突き出すこともあり、特に花などはそのようなところについている。葉は細長い線形で長さ40から60センチメートル、幅は2から4センチメートル、先端に向かって細まり、先は尖る。縁には巨子のようなトゲが並び、 裏側に突き出た主脈の上にもトゲが並んでいるが、アダンのような凶悪なものではない。葉は、やや柔らかくて、強い艶がある、黄緑色。先端は、次第に垂れる。木部は膜状になって幼少になっている。葉は、先端部に集まっており、それより、下のものは、次第に枯れ、下の肩では、幹が脱出する。ちなみに、ごく小さな苗の見た目は小さいかやつり草かの、 油がやのような感じである。花は茎の先端に生じ、数個の肉母果状を傘状に出す。果序には洋状で黄色みを帯びた数枚の双方がある。果実は棒状で長さ 10cm、MM、前後、計 2cm ほどになる。ほとんど鶴岩に覆われた木裏内側の観光ボートから、低地から山地までの森林に出る。樹木に登り、時に、 それを覆うように育つので外からもよく目立つ。入表島の川をボートで巡る観光コースでは、そこから見える川岸の森林でよく見られ、いかにも熱帯ジャングルを思わせる景観の要素の一つとなっている。日本では琉球列島と小笠原諸島に分布がある。琉球列島では八重山諸島の石垣島と入表島に見られる。小笠原諸島では、 父島と母島にあり、母島では純群落が見られる。国外では台湾とフィリピンから知られる。この属は東南アジアからオセアニアの熱帯域を中心に180種ほどが知られるが、日本ではこの種以外には以下の一種があるのみである。なお、国内のツルアダンすべて同一種としているが、小笠原諸島産のものは、 トゲが強く葉の幅が広いことからタコズルという別種として扱う説もある。しかし、サタケラは変異の範囲として、これを認めていない。石垣島では、山座に、入り表では、ヤンダヌと呼ばれるよし、池原、1979。立派な鶴になるが、天野によるとその茎は脆弱で、役に立たないらしい。それ以外に気根を編み物に使う果実などが、 食用になるとのこと、ありがとうございます。